回も青鬼やっていきましょう。コンティニュー。今回シャープ5ですが、もうそろそろ終わりそうな気配。前回は拓郎が出てきてこんにちはというところで終わったんですね、と。で、これ円盤がわかんねえんだ。あ、ここ、鍵、あ、素で持って鍵を洗うんだよ、これ。拓郎。鉄格子の鍵ってなんだよ、おい。それはどこにあるんだよ、と。別館地下の鉄格子。別館地下の鉄格子。何個かあったもんな。別館地下の、ここ別館地下でしょ？鉄格子があったのは、どこだ？こっちか？違うな。違うな。オッケー。いや、こっちだ。うん。これはどこなんだっけ？これ別館だよね。え？ちょっと軽く迷子ってんだけど。こっちは違ったんだっけ？やべ、迷子迷子。ゴイマーだよ、ゴイマー。ゴイマーになっちったよ。ここじゃないよね、鉄格子で。だって。ここだったら意味わかんないもんな。どこだ、それ。あ、やべ。別館地か。あら、ここの部屋にはどっから来たんだっけ？こっちか。別館地か。これ本館だもんな。うん。別館。別館地か。別館地か。ベカンティカってここでしょ。ベカンティカ。これ違うの？ここだったら怒るよ、これ。俺怒るからね。なんで今まで行ったのに行かなかったんだって話になるから。でも違うみたいだから、ベカンティカここじゃないでしょ？ベカンティカってここじゃないのか。あ、ちょっと待って、今なんか見えた？今なんか見えた？気のせい、気のせい、気のせいか、気のせいか。やっちゃったか、今。これ、こうだ。はははは。セーブ。うーし。なんだ、これは。いや、ちょっと待った。これは円盤に、あれするんだから、間違えた。円盤見て、ちょっと待ってね。ここは、R、イエロー、YY、B、Y、R。OK。じゃあ行くよ。R、YY、B、Y、Y, B. Y, R. はい、来た。金属棒。セーブ。アイテムは？鍵じゃねえか。わかりやす！隠し扉の鍵、あそこしかねえな。このソファーもすげえ気になる。でも、もうずらせるとかじゃなく、一旦セーブ。よし！じゃあ、ベカンティカから抜け出して、隠し扉行きましょう。よいしょ。
いやいやいや、絶対おかしい。これここから外へ出られそうですね。早速タクロを連れてこよう。よし、タクロっつったら絶対死んでるんだからね。これ死んでるからね。タクロ、こういうゲームにありがちなパーティーンですよ。そういうパーターンということで、どっから来たっけ。あら、どっから来たんだっけ。こっちだっけ。違う、こっちじゃねえや。あっちだ。こっちだ。いや、タクロどうやってこっち来たんだよ、あいつ。タクロどうやってここ来たの。それがわかんねえんだけど。はい、タクロ死んでまーす。あ、死んでねえ。死んでねえのかよ、お前。ほんとかよ、ヒロシ。タクロが仲間になった。うわ、すげえ。なんか雑魚キャラっぽいけど、すげえ。よし。じゃあ逃げるぜ、タクロ。お前がなんかあったら、俺はお前を見捨てていくぜ。はい、わかりやすい。わー、バイバイだけど、俺何も操作してないからね、今何も操作してないからね、今の。ちょっと待ってね。笑っちゃったけど、全く操作しないで、この、ヒロシ全力疾走で逃げてったからね、あいつ。マジか、こっからか。ちょっと、笑っちゃったわ、今。もう何の操作もしてないのにさ、こいつ全力疾走で逃げてったからな。ゲスだな、お前。ゲスの極みだな。某女優 B と付き合っちゃう感じだな、お前。もうマッシュルームヘアだし。よし、不倫事件だわ、マジで。はい、ここでセービングだ。タクロ正常とかね。出るんだね。そっか、タクロウも鬼になっちゃうパティーンか。ここでまたセーブ。あ、てかセーブ画面でタクロウいるんだね、ちゃんと。むしゃむしゃ、もぐもぐという感じの。はい。うわーってなってるよ。これ全く操作してないからね、今。全く操作してないにもかかわらず、この下水を見せるっていうのがね、この、私ですよ。これ私ですよ。あ、やべ、ミスった。100% ミスった。100% ミスったけど、ここで。ここ逃げて、こっち逃げて、ここ入って、で、こっからループパターンで引っ張ってくればいいのか。オッケーオッケーオッケー。このループパターン、私の一番のお気に入りですから、オッケー、来ました。よし、帰ってきました。一旦セーブ。はい、タクロ消えました。で、アイテムは、プラスドライバー、皿の辺、ドライバーの芯、ライター、電球がわかんないんだよな、未だに。この辺も、アイテム、あった、なんかアイテムあった。裏口の鍵。裏口ってどこにあるの？一旦セーブして。別館の裏口の鍵。別館の裏口ってどこ？ま、これ、ベカンだから、ベカンだから、ベカンティカだから、こっち来て、別館しよう、ここ。嘘！いやー、この突飛な思いつき？嘘じゃん！マジかー。で、あ、これ消すのか。お前邪魔くない？あ、なにこれ。あー、なるほど。そしたらアイテムで、さらまへん。来ました。セーブ。ここでいいんだっけ。間違えた。よっしゃ、これで まだなんかあるんかーい。あー、めんどくせー。
今回で終わらしたいな。でも開かない、開かないルージュマジックか。お、なんかまた急に違和感。へえ、まあ、ここアンチ確認して、あのカーペットの趣味すげえな。うわ、急に教会出てきてんじゃん。なにこれ、これって火つくかな、つかねえか。うわぁ、ここもなんか後々あるんだろうな。穴が開いてる。怖いな。まだ穴に落ちないでおこう。よいしょ。ピクったー。アンチどこだっけ、アンチ。アンチはここか。お、去った。オッケー。なんでや、なんでや、お前。お前今のなんでやだよ、マジで。開け。マジか。開いてくれ。オッケー。一旦セーブね。一旦セーブね。てか、もう一旦終わろうか。ちょっとごめんなさい。一旦終わろう。ちょっと気持ち落ち着けよう。ちゅうわけで今回これで終了したいと思います。では次回もまた、館の中で会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチャー。